はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は福井県の薬直樹の正社員、1年4ヶ月目の方の給与明細です、えー。最終学歴が短期大学卒業で、仕事内容は接客レジ、売り場作成、えー、必要な資格スキルが登録販売者資格、勤務時間が1日8時間、残業が月10から30時間程度、 収入が月収17万、年収220万、ボーナス15万、えー。ドラッグストアで働きたい方へのアドバイスとしては、えー、毎年の昇給がないので、えー、給与を上げようと思うと店長になるしかない。えー、給与明細で、えー、基本給が15万、キャリア手当1万2000、遅番手当2万、資格手当1万、時間が1923、通勤手当1万401、 社用外出費2517円で、総支給が215841円。で、そこから工場が引かれて、手取りが171899円となっています。えー、まあ、さっき紹介した手取りとか、えー、年収っていうのは多分、えー、手取りベースなので、実際多分300万くらい年収がある感じです。まあ、ドラッグストアの、えー、店員さんということで、 えまあ事務職とかと同じで、えー、まあやろうと思えば誰でもできる仕事ということで給料もえそこまで高くない感じです。まあ、ただ、生きていく上ではまあギリ生きていけるっていう感じの給料なので、まあ、これじゃあまりにも少なすぎるかなって感じでした。えー、今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。